ルドルフ2世は、ローマオールドルフ1世の息子で、アルブレヒト1世の弟。一時オーストリア公および、シュタヤーマルク皇位を授けられ、兄、アルブレヒトの名目上の共同統治者であった。1282年クリスマスに、父ルドルフ1世より、兄アルブレヒトと共に、オーストリア、シュタヤーマルクおよび、クラインの共同統治者とされた。 しかし、オーストリアにおける共同統治は、異例のことであったため、翌1283年6月1日、ラインフェルデンの契約によりアニアルブレヒトが単独で、これらを支配することとなり、ルドルフは領土もしくは金銭によりその保証を受ける、ことになった。1289年に、ボヘミア王をたかるニセイの娘アグネスと結婚し、このヨハンを設けたが、 その誕生と前後して創生した。そのヨハンは18年後の1308年に、叔父アルブレヒト一世を殺害し、ヨハンパリツィーダは、存続殺の意味と呼ばれた。ヨハンの犯行の原因は、ラインフェルデンの契約において決められていた、賠償の不履行にあった。ありがとうございます。